守備は順調かい、フォルテお兄ちゃま。ええ、君が無駄口を叩かなければとても順調にことは運ぶと思います。じゃあ無理じゃん。無駄口をやめるという発想がないことに驚きを隠せませんよ。しかしあれだね、我ながらよく考えたもんだよね。執行者を生み出すのに使われるマナを蓄えて新しく特上執行者作るなんてさ、俺ってばやっぱ天才かな。発想は確かに君ですが、実現までこぎつけたのは執行者を生み出す理論を僕が研究したおかげだということを忘れないでくださいね。はいはい、つまり俺が天才でフォルテは秀才ってことでしょ。もう好きに言ってください。うわ、なんだ。どうやら完成のようですね。この力、予想以上かもしれません。ご覧なさい、マナが形を成していくのが見えるでしょう。おお、見える見える。いいね、お誕生日の歌でも歌ってやるべき。必要ありませんよ。これは生まれいずる命ではなく作られたものです。ごもっとも。自分のことがわかりますか。うん、私マキナです。フォルテとアシッドですよね。マキナと遊んでです。こんなことするわけねえじゃん。お前の遊び相手は悪い悪いトガビトだよ。トガビトを殺して殺して殺し尽くしなさい。それだけがお前の存在意義なのですから。トガビトを殺す、それがマキナの遊びなんですね。わかったです。いっぱい殺してくるですね。うん、上出来だ。エレノア、こちらへ。はい。試運転というやつです。マキナを伴って罪の国へ。わかりました。そこにはドガビトさんいっぱいいるですか。いっぱい殺していいですか。楽しみです。こんな子供にこんなことを言わせるなんて、これが本当に正しいことなの。最後エレノア。ええ、楽しみだね。どこまでできるか。できなければ作り直すだけです。あれはそういうものなんですから。行ってきます。